こんにちは、ちはやです。マリオメーカー2の実況やっていきたいと思います。まずはこちら、ツイッターでいただいたコースから遊んでいきましょう。もう知ってるかもしれませんが、ぜひ遊んでみてくださいとのことですね。行きましょう。行くぞ。なぜだ。じゃあさ、ちょっと待ってね。落ち着いて、食らいます。なんで？あ、落ち火ならいける。なるほど。なるほど。ブロックって多分ジャンプして叩く。ことで、オンオフ切り替わってると思うんですよ。叩くっていう動作が行えてないんじゃないかな、と考察するんですが、どうでしょう。最初の1回目がオフに切り替わった後に、ずっとオフのままだったら、この速さって言えばいいのかな。オンスイッチって連続で押しても発動しないんですけど。それを理由に挙げられたんだけど、そうでもなかったもんね。ほほー。なるほどね。これを利用したギミック使えそうだな。これを知らなければ、躊躇しちゃうようなコースを作ればいいんだよね。なんかできそうだね。中間が機能しない。あ、出ました、それ。ファイヤーのやつ。出ました。機能してんじゃん。あ、待って、そういうことか。死んでくださいねって。あ、ちょっと待って、やり直します。なんと中間取って死ぬ。ダメだ。機能しねえ、ぶっ壊れた。中間がぶっ壊れた。人気ランキングとても難しい。第4位。2つのチェックポイントがあって、3セクションあると。了解です。ボーリングプラットフォームパルクールバージョン2、参りましょう。おっと、いきなり難しい。ほっ、ほっ。相当死にそうだな、これ。相当時間も取られそうな雰囲気。こうかな？叩いて。いや、わかんねえから、そういうの。オッケー、なんとか、しのぎましたね。いいのかな、これで。相当不格好だったけど。これ、でいいのかな？いや、逆じゃない？これ。あ、まあ、結構ぐらい。オーライ。踏んで、乗って、ジャンプする。オッケー！相当不格好だけど、なんとか進めましたね。よかったよかった。お、わかりやすい感じになったね。まさか乗れと。うわー、しまった、叩き、叩いちゃったよー。あえて、オンのまま。で、叩きつつ降りて、行きましょう。よいしょ！はい。左かな？いやー、そんなんわかりませんから。はい。わっしゃい。上。左か？オンフ切り替えて、ここ乗って、で、こう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 。あ、危ねえ！ 2 回ジャンプしちゃいけないやつだった。あ、結果オーライですね。からのオンフ。からのこっち。ここでジャンプするらしい。はい。乗っていく、乗って。行く間に合うと届け！よし、これよっしゃ！オンフ切り替えて。それ乗って右か。ジャンプ。うわっしょい、届け！オッケー、届いた。反応しろ。右だ、右だ、右だ！わあ、反応悪い。ここ！オッケー！人気ランキング難しい。Don't trust anything. 何も信じるな。あれ？いいんだよね。いいんだよね。あ、違う、上だ。間違えた。思いっきり信じていく。ドアに入らない。行きますね、行きますね。じゃあ、真ん中行ってみるわ。オッケー。からの、バネが必要らしいけど、バネ取ると多分あれ死ぬな。ということは、ジャンプしていくんだな。オッケー。で、こっちにあるのか、なるほどね。いいのかな、これ。これは信じていいのか？ここで待つのかな。なるほど。確かに開けてはくれるよな。いいのか、これ。2個目は信じていいのか。うわ、怖っ。怖いな、ドア入っていく。
お化け屋敷以上に怖い。左だね。オッケー。さあ、中間欲しいけどね。ぶっ壊れることで、ここが開きますよね。行けます。行けます。え、行っちゃっとっちゃいけねえの？ルートあるか？そしたらこれか？オッケー。穴が開いててくれて助かりましたね。わかりやすく。いいんだな。中間取ります。うわぁ、怖い、中間取るのさえ。中間すら、怖い。OK。これはわかりやすくてよかった。じゃあ下だ。どっちも入っちゃいけないんだろう。多分、上から、なんか降ってくんじゃない？え、来ないの？おー、OK、OK。右だったね、正解はね。おー、ゴーだ。ありがとうございます。いいのか？それ。上行っちゃっていいのか？マリオさん、あなたの運命が今試されているよ。本当にそれ乗っていいんだね。絶対乗っちゃいけないやつだろう。ああ！さあ、みんなでバトルタグがついてるやつちょっと遊んでいきたいかなと思います。自分の練習のためにね。スーパーボディーボーイ、レベル1。で、今回申し訳ないんですけど、コースを、綺麗に遊んでいくんじゃなくて、速さ重視で遊ばせていただきます。よろしくお願いします。ほっ。いやあ、それは無理だな。この辺からの、この辺。わっしょい。おらわっしょい。死んだ。あー、当たっちまった。大丈夫か。おわあ、まだ続くのか。いえー、これはやばいね。100回くらいトライしても多分クリアいけないんじゃないかな、これ。届く。これでどう？ちょっと調整入れた。行っていいのかな？あー、行ったわ。あー、オッケー。次当たったら、もしこのコース当たったら絶対勝ちたいね。こちらツイッターでいただいたコースです。ちはやさん気づいてくださいっていうコメントがある。たまりにたまってた時だな。クリアチェックは54秒ですね。で、1000分の5か。最後上にドッセンっぽいものはいるね。あれ一歩通行かな。いやー、なるほど。みんなでバトルタグもついてる。で、謎解きであると最初まずはこれいくよね。中間食らっていっちゃいます。当たんねえ、これは。危ねえ。いいのかな。わあ、キノコ来た。なんで？どういう原理だ。来た。足場を作っていく。ありがとう、キラー。下かな。あ、足場がある。あ、しまった、もらっちゃった。あと一匹。あぶね。降ってくるやつ対応できねえぞ、ここも。あっぶね。いやー、当たっちまったか、やっぱり。バカ野郎。オッケー、ドスルーします。ただ、ドスルーすると、雲のあれが見えないんで、雲だけ見える形にします。雲が消えるタイミングで、右飛びしなきゃいけないから。できれば、もう一回乗っておきたいし、倒しておきたい。倒せないか。よいしょ。いいんだね。入っちゃいます。ふっ。いやー。大丈夫。上行きます。いやー。10ゲームからの攻撃をもらいたくね。よし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 。デカ状態できたぞ。これ決めて。こんにちは。キノコここにもあったか。どうしよう、どういくのがベスト。あ、使いたい。これゴールなかった。よし、オッケー。こちらツイッターでいただいたコースです。スピランは前作で作ったことがなかったので、千早の動画に出るスピランを見よう見まねで作ってみました。難しすぎる難易度ではないと思いますが、ぜひ遊んでみてください。
クリアチェック29秒725とかで超ギリチョンだったんだよね。誰でも楽しめる少しギリギリな30秒スピードラン参りましょう。あ、なんかワンっぽい感じあるな。3段ジャンプぶちかましていく。これは上、壁キックかます。3段ダッシュ、3段ジャンプじゃなくても大丈夫そうだね、なんとかね。やばいんじゃないんですかこれ。え、あれ、あ、ちげえ、あれあれ、待って、ルートが分かんない。あ、下、あったー、下にあったルートが。ギリチョン入れたけど、まあ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 、さすがにタイムアップですよね。さあ、キノコ取って、ズドン、ゴールかな、違う、まだスタランがある。3秒、あー、しまった、時間見てで、あ、詰まってるキャンセル入れて、すぐスタート。オッケー、こちらツイッターでいただいたコースです。自分作コースプレイ。自信作コースかな?プレイお願いしますだね。よろしくお願いします。キラーが発動、起動させるびっくりブロックに乗って進む。コイン集めも必要。すべて集めるのも頑張ってください。一度失敗したら大体初めからです。それはやだな。初めからはやだ。うわぁ、コイン全部取んのか。みんなでバトル用のコースになってる。えげつねえ。トロロロロンってなって、トロロロロンってなって。これ取んなきゃダメだよ。ね。これも取んなきゃダメ。これみんなでバトルでやんの、えげつねえな。あ、上にあった。これ大丈夫なの?ちょ待って、全然取れてなくない?そうだよね。この辺にあるやつ、あれどうやって取る?ちょ待ってね。え、踏めてない。早く出して。オッケー。こいつら回収し、回収し、回収し、これ回収、これ回収、回収、回収。おー、ぴったし。これみんなでバトルでやったら地獄だな。こちらツイッターでいただいたクリア依頼ですね。ご夫婦で動画を見てくださってるみたいで、旦那さんとこのコースを見つけて、どうやってクリアすればいいかわからないと。で、旦那さんが誰に聞く、誰にやってもらう、バリムズない?で、奥様、そんなんち早くんやろ、言ってみよう。っていうことで送っていただいたみたいですね。ありがとうございます。で、見た感じ、クリア率は 7%、ベストタイムは出た、この人は。で、ラウンドプレスセットある、テールスピンフライト、OK。くるくる回る感じのスピンの方で飛ぶんだね。で、ホールド ZRT フライ。飛んでるときはホールド、そのままね。で、どっかで離すんだ。キャンセルすんだって。了解でーす。じゃあ遊んでいきましょう。もう、これ DM いただいたのが22日なんで、8月のね。で、今9月の21日撮影してるんで。これあかんですね。すっごい遅くなっちゃってましたね。申し訳ない。からのこう、からのこう、からの一回左戻ります。で、こうなってスピン。からのスピン。からのスピン。これ下だ。ここ下ですね。で、ここもスピンだね。じゃあ、実況するのは、あれだ。今ここで ZR。ZR。ZR。ここで ZR。話す。ZR。話す。降りる。ZR。話す。ZR。降りる。ZR。押しっぱ。ZR。ZR。もう一丁 ZR。スピンだけ。こんな感じでした。黙ってたとこが、ボタン離すところかな。こんな感じでいかがでしょうか。
ちなみに、わかりやすく ZR って言いましたけど、説明のところで ZR って書いてあったから、自分は R 派です。ご夫婦で一緒にマリオメーカーやってるなんて羨ましいな。一緒にマリオメーカーやってくれる奥様探そう俺も。動画最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。明日動画出なかったらごめんね。バイバーイ。